いや俺ね <laughs>、うん、え千、ー、夜子の裸は見てるよどこであの時にウルトラセブンの撮影してるだから二十歳の肉体を見てるよどこで裸のやつを嘘<そ>本当だよあのね、うん、覚えてるかな名古屋の方の長島温泉にロケ行ったろそれで、えー、温泉で撮ってる時に 温泉の底どっか泊まった時に、うん、あ,のあれでしょ「混浴があるから行こう行こう」って言って違う違う違う女湯が掃除かなんかしてるんで、うん、千ア子が「うん、俺たち俺とね天樹が入ってたんだよ温泉に」はい、そしたら、はい、ガラガラって開けて「女湯が今清掃中で入れないからこっちに入っていい?」って覚えてない 私そのぐらい私ってさなんか女の恥ずかしさとか考えない男だから男み,ああみたいな女だって自分が二十、うん、歳なんだけどもう今二十歳っったら大変だよねそうねその当時の二十歳のもうウブな千夜子としては、うん、男湯だけど私みんな知ってんだからいいわっつって湯煙があったんで湯煙もあったけども <laughs> 見えたそんなにもうね 裸で入ってきちゃったんだよ <laughs> 俺と古ハがいたんだよハ<あ>、ね、そしたら俺がふっと振り返ったらガラガラガラッとあの入ってもいいとかなんかじゃないんだよもうズルズルと入ってきちゃったんだよそれであの俺たちのそばの風呂へバシャッと入ってで背中流したりねそこへ寝っ転がって <laughs> はハハなんて言うたりだ <laughs> そういうことはしないよ、うん、ねだから本当に子供が 入ってきたような雰囲気で、あ<ー>でも俺と古谷はねはっきり取られてね、は<ー>い、反応。私はそれあんまり記憶ないのよ、はあ。でも入ってきた。私ガマ降りで桐山隊長と一緒に混浴行ったのを覚えている。うんうん、だけど湯煙がすごいから、うんうん、あのあんまりそんな恥ずかしさがなくて、そしたら団体のおばちゃんが入ってきちゃったの。はあはあ それで体調が出らなくなっちゃう。そう、で、体調が。あ、中山商二だって、みんなお、お、ばあちゃん裸でさ。かっこて。体調、だってスターだったんだもんね。そうよ。うあ、それで、千夜子はいるのに。後、だって一緒にこうって、何人かで行ったのよ。二人だけじゃなくて、覚えてないなと。こ、蒲郡のその、今夜送ったら、裸。裸よ。水着じゃないよね。水着じゃない。あ、はあ。 じゃ,あじゃあ私2回も婚約入ったんだ、うん、じゃあ千夜子は裸になるのはそんなにあの変じゃなかったんだ自分で二十歳なんだけど二十歳っなったら俺だって俺と古谷見て「おい」っつってねびっくりしたもん、うん、それで何しろスポーティーなんだよああ あんまり女、女っぽくないのね。ね、うん、だから、はあ、って、俺はね、わあ、いい子だよな。って、いう思ったことがあるよ。それから、千秋は、あの、まあ、あの、商品が欲しくって。ね、東方の試験を受けて、で、火災道具全部、それでもらったっていうんだよ。それで2、に、にかなんかになったっていうのだうね。女子、女学校か、なんか、女学生か、なんか。じゃあ。 ミス東京セニョリータ。セニョオリンピックの翌年だから六十五年。六十五年の二月、高校二年生。で、あの新鮮施設を募集したんですよ。次のメキシコのオリンピックの。あの市川崑監督の、あのオリンピックの映画のフィ、あの映像と。あのから東龍太郎と知事のメッセージを。 だから別に女優になるんで受けたんじゃないあそれを東方が見ててそこで山本嘉次郎さんがいらっしゃっててあの子ちょっと今度、あのー、女優にしたいとカメラテストに東方に呼んでくれうんうん、うん、だから女優にしたいからってことだそう これは、ね、黒部住むもそうだよそうなのよね、ろくなもんじゃない黒部が靴磨きを渋谷かなんかでやってたらね、うん、あの足磨いてたらそこの磨いてたご主人が君なかなかいい男だから東方の試験受けないかみたいなこと言ってみたいですねであの三船敏郎さんもあの山本梶郎探すカウトしたいのなものだから、ええ、じゃすごいじゃないですかそうそうそうじゃ 千う子も、こも山本か次郎さん。それで、東宝は入っちゃった入って。それで、この間だも、古谷さんの見せたら、はあ、あの、食堂あるじゃないですか。もう、三船さんも必ずラーメンを食べてらっしゃ侍の格好して、ラーメン食べてるとき、必ずね、胡椒じゃないんですよ。あの、枯らしがよくついてるじゃない。はあ、あれをベダーって入れて、はあ、あれ混ぜて食べてるから、 それから真似してラーメンああやって食べてたはあ三船さんスタイルでそう三船カラーでやったのそう三船さんラーメンしか見たことない50円だったのでも大スターだったのよ大スターですよ世界の三船だよそれと一緒にラーメン食べたのかそうかで東宝にいたのは何年ぐらい年間 17でスカウトされてまあここで18だから192021222325それで急にあの騙されて脱いじゃった、ねあ。だけどさその時から写真のねこういう撮ってくれた写真の人と仲良かったっていうあの東方の <あ>写真クラブの人、うん、だけどウルトラマンやってる時から写真は撮らせて,たよく撮ってもいただいで千秋子はよくね大部屋の人とかそれから大道具の人とかってそういうさ末端で一生懸命仕事をする人が好きだったね私好きなのよ、ねうん、あんまり技師とかさそ<う>偉い先生方とか、ね、かなかったもうねもうねじいとじさんなんてもうね逃げてたうん、えーえー なんか偉い人って言われるとダメだから、吉田も最初怖くて、もういつもそっぽ向いてたの。ウルトラセブンの時に、あいつは女優になる気はないし。ね、芝居もま,まんざらね、えーうん、普通にやってるいいのにもう。あの、ニキビずらで来やがって、二、うん、日酔いでって、ね、で、干されちゃったじゃない。 あれは三田さん田さんが三田さん一生懸命だったんだそうだよだけどお灸を据えたんだってお灸日本ばかりそしたらお前はちっともそれがお灸にならないならな喜んじゃったそう喜んだやった出番がないとかあと一行しかセリフがないとか要するにセりフが多いと嫌だったんだ嫌だったのだから一行しかセリフがないと喜んだのそうなのでアップがないと喜んだのかでも俺カメラマンが言ってたもん カメラマンのあの運送があってね冗談じゃねえあんな顔ニキビズなお前アップ取れないよって飯島監督やなんかに、ね、ぼやいてたよみんな東方から来た技師の人だからあの人たちは黒沢組やなんかやってる人だからね、うん、ナルセム勢や、うん、なんかの、ね、笑顔、うん、こんな女優らしくないの取れないよ <laughs> だけどその救いは俺か俺と仲良くなったよ、うん、そうそうそう。えうん、怯えたのが、うん、だから俺は 九州行った。時鹿児島。サイン会で。あの時。鹿児島観光。こんな楽しい人って。本当パラダイス。夜飲んだ時ね。あのさつま揚げ食べたな食べた、食べて。美味しかったな。あの時も俺も飲んで酔っ払って。で千秋もあの時は飲んだでしょう。芋焼酎。くまそって店だったな。くまそってお店。行ったそうだよね。 で向こうの招待して向こうの,の招待セイムさんが招待して初めはセイムさんセイムさんとやってたのに酔っ払ってくると「おい先攻!」とかさ <laughs> どんどん言い方が変わってくるんだよ。酔っ払っていや俺今考えるとねあの時ねあのいろりみたいなところで10人以上いたよね。はい、はい、ね向こうとこっちのスタッフとキャストとね。 で千夜子は俺の前の前方にいなかったなんかいつも、ね、楽しいから近くに座りたかったあそう、うん、だから俺の目の前かなんかでね俺の言うことをよく笑うしねよく受ける楽、ね、しかったものいやだから俺はね千夜子をねいい客だなと思って喋った部分はあるねああ意識して、うん、だからそうあの時から俺は千夜子これはいずれこの女は俺のそばへ来るぞと思ったねああ 俺を見る目がやっぱ、ま、なんかそういう目で見せたの、うん。で私怖がりだからうん、うん、こういう楽しい人といるとあ,のあれだからで飛行機が嫌いだらあの時行きさ3時間半で YS11 で行ったじゃないですか。うん、<laughs> よく覚えてんね。で帰り怖行きは 隣がダだった鹿児島行くのに3時間くらいかかるのね3時間かかるダだったの羽がバラバラになってるって私が言ったのねだって羽ってさ飛び立つときこういう風になるじゃないあ私知らないから壊れたのかと思った壊れた羽がバラバラってたらダンが青い顔になってきたのね何初めて飛行機乗ったのそれで俺ね帰りにそれで帰り よっしさんここ座ってここ座ってって隣に座っていただいたのっていうのは怖さが少しはねえ<で>紛れるかな,な飛行機は当時指定席じゃなかったんだそうど,なんなどの席でも座れんの <laughs> 今大変だよねプロペラーでしょで<も>それで上がったり下がってドダダダドーンってー揺れたねえ あの時すごく揺れたじゃない,ですかいやいや、俺にしがみついてたもん。しがみついて。うん、いやいや、怖かったんだろうよ。怖って本当に怖かったんですよ。ということは俺がすごく頼もしく見えたんです。そうなんです。でも女優が女優をね、山本嘉広さんのおかげというか、そのね、あの受けたのがなんつったっけ、セニュリータ？はいはい。それがあったから女優になっちゃったし、はい、俺に会えたし、はい、ね、はい、それからこういう ヌードまでやってプレイガールも出たりなんかして、だけど非常にあなたは明るくて、それからさっぱりしてて、うちの神さんも明るくていいわっつってるよ。ね、だからなんかあ,っあ、ほらまたチンが来たね、ご就職様です。で、あの水泳の他に自分で見るのが好きだったね。私はね、あのプロ野球とかね。うん,うんそうだ。あとねボクシング昔。 まだもう原田よりもっと前の時代ねあの八百板とか米ね口とかピストン堀口あれはちょっと古すぎるけども高山和夫とかね海津文雄知ってる海津文雄辰巳八郎海津文雄のラッシュメイヨンってあのフィリピンのものすごい牛みたいに強そうなねんやってです 私ね吉祥寺の今川焼き屋で、うん、父と一緒にテレビほら昔ないから見に行ってたの、うんうん、今川焼き1個5円の食べながらその時にラッシュメイヨンっていうだから覚えてんのよ名前<ー>昭和35年の3月31日っての覚えてのる誕生日だそうだそうだ <laughs>、うん、今度私は6年生にあ中1になるっていう時小学校6年生卒業式終わってすぐ。 その時に、1ラウンドのたった48秒で、ノックアウトした。それで見せられたの。プロボクシングに。あと、関水則がファンで初恋の人なのよ。いたいたいたあ、そう俺会いに行ったよ、2回。2> 別にいい男じゃなかったよ、関水則。あ、若い時いい男だっ。あ、そう,そうか、そうか。あの、うん、千秋直美さんも関水則に会いたくて。あ、そうか。 歌手になったぐらいだから。眠り狂四郎とか。へでボクシング、プロボクシングが好きになったんだね。そうなんです。あとプロ野球ね。で、よしさん、あの頃ね、頑張るジャイアンツでやってた。で、私はアンチジャイアンツだった。そうだね。うん。それであの。プロレス一回連れてったことあったね。プロレス行った、あの中、で、あの。東京ドーム。えっと。 大さんとからそうそうそうえっようさんプロレス見るんだと思って俺が千秋く行くかったら行くってなそれで TBS の954の女性と3人で行ったのよ。そそうう

ボクシング見ますよあそ,うそれがきのこおととい私見損なっちゃったん。まあ今ね昔と違ってねあんまりね、うん、それ見る人がいなくなっちゃったけど昔はよかったうん、うん、ボクシング毎週週そうそう5日6日やってたよねそうそうで TBS にもボクシングの番組があったんだで TBS でもボクシングのねスタジオを作ったりなんかでリングをね作ったりなんかボクシボクサーを養成した時代があってねあ、はいはい、いやいやしかしあれだね、はい 前は女優の話よりもボクシングの話の方が生き生きするねお前が。さんが <laughs> というわけでねまあまあ、あのー、いつまでもね元気でそして、はいあのー、階段から落っこったりなんかしないようにな。うん、だからね伊予、うん、さん年寄りをなんかすごく生き生きさせるで有名なんですがうん、うん、今日は生き生きさせていただきました、はい。俺より年が したんだからさ俺が生き生きさせてもらいたいよそうでも嬉しいしないかっていつまでもね100歳の時代になったんだから元気でいてくださいはいじゃあちょっとねあなたの大ファンが何百人何千人何万人でいるわけだそれに一言言ってあげてんてありがとう何何何何皆さん愛してるわよって言ってあげなさい愛してるわよマチャンネル まあ、二十歳になってもね全裸で平気で俺たちのお風呂場へ入ってきちゃうんだからねいやーやっぱりね清水千夜子千夜子はもともと裸が好きなんだよ。